とうございます。ファンレベルも上がってますね。ありがとうございます。初見さんでビギナーさんでめちゃ美人って書いてくれてる人いるありがとう。仕事終わりでもうメイク崩れちゃってボロボロなんですけど、これでも綺麗って言ってくれて嬉しいです。ありがとうございますこんばんは、初見温泉です。よろしくお願いします。そう、今回はタコ集めなんです。よろしくお願いします。あ、でんでんさんファンレベル10に上がりました。ありがとうございます。10ヶ月連続の10回目突破、対64人になりました。ありがとうございます。あと iPad から配信してんだけどさ、タコやばありがタコでかありがとうございます。よりでかく見える。続いて直樹さんのファンレベルが10に上がりました。10ヶ月連続の10回目突破、隊が65人になりました。どんどん増えます。嬉しい突破隊、ありがとうございます。これからもよろしくね。ありがとう、いつも突破隊になってくれて。伸ばせに来ました、ありがとう。本当にタコやばくない？でっかでっかいしいっぱい、ありがとう。みんな昨日は早い時間にやったからあんま分かんなかったでしょ、ミッションとかね。みんなもう攻略して全部回ってくれてるでしょ、ありがとう。なんか風船とかポップコーンもありがとうございます。あ、フォローしてくれたさっきの方、ありがとうございます。嬉しい、ルームフォローめっちゃ嬉しいです。ぜひぜひこれからも遊びに来てください、お願いします。やったー、すごい、タコいっぱいすごい、タコ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 。土日来れなかったので久しぶり。そうだよね、なんか私も変な時間にやってたしね、普段と違う。やすさんのファンレベル10に上がりました。10ヶ月連続の10回目突破、隊が66人になりました。ありがとうございます。66突破、ありがとう、嬉しい、 Thank you。 すごいね、今日突破隊何人いくかなっていうぐらい嬉しいです。ありがとうございます。初っ端からめっちゃ突破隊増える、そしてめっちゃタコ増えるありがとうタコやばいよね、みんなやばいって言ってるけど、タコが思ったより大きい。そう、デカタコなんですよ。デカギフト祭りで限定欄にあるタコちゃん集めてるんですけど、ピンクのタコはミッションでゲットできるやつとかで、赤のやつは1ゴールドのタコさんなんですけど、1ゴールドだけどいつもより大きいギフトが投げられるっていう楽しいイベントになってます。こんばんは、お疲れ様です、ありがとうございます。伊藤さとしさん、お、今日で42歳になりましたって書いてある、おめでとう。今日誕生日なんですか、おめでとうございます。そしてファンレベル10に上がりました。10ヶ月連続の10回目突破、対67人になりました。ありがとうございます。突破&お誕生日も突破ということで、ハッピーバーハッピーバー、おめでとうございます。ハッピーハッピーバースデー、ケーキのキャンドルを、ふうふうですいいね、おめでとうございます。酒温泉も毎日が誕生日なので皆さん同じ誕生日ですね誰とでも誕生日を合わせに行けるチャキ温泉です。のぼせに来ました、ありがとうございます。あ、ありがとうございます、コメントもしてくれてる、ありがとう。お、すごい、どんどん突破です。ぬるま湯さんのファンレベルが10に上がりました、ありがとうございます。9ヶ月連続の9回目突破、隊が68人になりました、ありがとうございます。すごいね、今日突破すごいぞ、ありがとう。そしてベクトさんのファンレベルが10に上がりました、イエイ。5ヶ月連続の5回目突破、隊が69人になりました。66すごくないあっという間に70人ぐらいになりそうだけどね、
という間に100人ぐらい突破しそうです。ありがとね、69突破です。ハッピーハッピーバースデーこんばんは、のぼせに来ました。ありがとうみんな、こんばんは。お、すごい、ペペさんのファンレベルが10に上がりました。3ヶ月連続の8回目ですね。突破隊が70人になりました。ありがとうございます。70突破だ、ありがとう、嬉しい。あと2分ほどって言ったらなりましたよ。三国屋善次郎さんのファンレベルが10に上がりました。10ヶ月連続の10回目突破隊が71人になりました。ありがとうございます。すごい、タコとなんだ今のなんか特別ギフトみたいなやつと、大変ありがとうございます。伝次郎さんで71人目でしょう。今日は80いっちゃうかなそう、月の前半はね、1日約20人ぐらいのイメージだけど、いつもの時間にできたら20人ずつぐらい増えてたかな。今日100人ぐらいいってたと思うけど、ちょっとね、今週はイレギュラーな時間が多かったり短い時間も多かったので仕方ないかなと思っています。こんばんは、のぼせに来ました、ありがとうございます。やっほー。18位、あ、ほんとだ、いつの間にかランキングが戻っていっている、ありがとう。初日ね、最初の方にやっては1位ってなってたんですけど、ちょっと時間がだいぶ空いちゃったので25位ぐらいになりましたが、はい、この10分足らずで18位まで戻ってきました。ありがとうございます。お、花火も上がりました、すごい、ありがとう。何花火、これは20万ポイント花火ですか。ありがとうございます、やったー、すごすぎる。20万花火が上がりました、嬉しいです、ありがとうございます。駆け上がれ茶器温泉、駆け上がれ茶器温泉です。お、パンケーキ姉妹推しさんのファンレベル10に上がりました。10ヶ月連続の10回目です、ありがとう。突破隊が72人になりました、すごい、どんどん突破ですね、ありがとうございます。今月もまだまだ長いのでよろしくお願いします。72突破、じゃげー、やっほー、こんばんは、こんばんは、こんばんは。宇藤さん100回目の訪問だ、ありがとうございます、嬉しいです。ぜひ200回を目指してたくさん遊びに来てください、よろしくお願いします。嬉しみ、ありがとう。のぼせに来ました、みんな続々と集まってきてくれてありがとね。今日はゆったりまったり茶器温泉です、よろしくお願いします。昨日はカラオケとかしてたと思うけど、今日はゆったりまったり語るわよの日。お、キングリッターもありがとう、嬉しい。キングリッターも地味に集めてます、地味にタコだけで十分なんですけどね、キングリも集めてます。合わせに来ました、ありがとうございます。じゃげー、こんばんは、ありがとう。今日はね、茶器温泉はね、見て、自分のアパレルを着ています。これはダークネイビーです、じゃーん。下のパンツもダークネイビーの見せ方、はい、履いてます、じゃーん。足首のロゴを見せる、自分のアパレル上下でちょうどいい季節ですね。今日キッドソンのオール茶系ブラックコーデ、すごい、うん、奇遇ですね、同じだふふ足見せてくるスタイル、タコで見えません、やばい、自分のアパレル上下です。お、え、
すごくない？22万ポイント達成したの。もう一瞬で2万ポイントいったの。やばーやばー、2万ポイントプラスの早くない？ありがとう、すごい嬉しい。チャケキャップ毎日かぶってます。嬉しいです。私も日替わりでかぶってる。黒だったりベージュだったりブルーだったり。え、ね、なんかニャンケツの季節は終わっちゃったけど、このパーカー着るのがちょうど良くなってきた。普通に半袖 T シャツもいいけど、なんか長袖の上にこれ羽織ってちょうどいいぐらいの季節。タコで見えないけど、イチゴールドギフト強いね。イチゴールドだと協力しやすい人いっぱいいると思う。でもね、課金までがっつりするってなるとうーんって思っちゃうけど、ミッションで貯めたゴールドとかを使う分で応援できたらっていう人は多いですよね。こんばんは、やっほー、こんばんは、にです。そう、でもみんながみんな何よりありがたいなって思うのが、全員ちゃんと SMS 認証済ましてくれてるから、そう、さすがショールーム見慣れてる皆さんショールーム応援し慣れてる皆さんのおかげで、はい、誰もが SMS 認証を、はい、して いてくれてるので、ちゃんとポイント加算されています。昔はね、なんかもったいないことになっちゃうから絶対認証してって叫んでたなって思いますけど、最近はもう確実にみんなしてくれてますからね。ジャケちゃんこんばんは、ありがとうございます。カニがタコ投げてのおもろいよね。お寄せに来ました、ありがとうございます。すごい、他のギフトもありがとう。1日分でも160匹のタコを茶器温泉に納品できますからね。ね、そう、ありがとう。みんなも認証バッチリでありがとうございます。そう、未承認パニック事件ってあるからさ、私もたまにみんな大丈夫かなって思ってピッてタップすると SMS チェックみたいのついてるから安心して見てますよ。なんか更新しても真っ暗だ、音声もない、どうしてだ、有識者の方何すればいいですかって書いてある。コメントとタコはたくさん見えてます。え、待って、一旦閉じて再入室するか、アプリ自体一旦ピュッてスワイプして落とすか、携帯再起動か、どっちかしかないね。再入室がまあ無難かな。低遅延ね、オフね、それはありえる。超低遅延モードみたいな、あの遅延モードを入れるか入れないかで結構変わるよね。再入室ダメだった、じゃあ多分タコが多いとかアニメーションがいいから低遅延オフが一番いいかもタコのせいな気はする、多すぎて。すごい、待って、12位に上がって11位まで390ポイントだって。早っありがとう、みんな。トコ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 トっていうぐらいタコが来てくれてるおかげで12位になりました。あっという間に11位にもなりそうです。116日連続配信もありがとうございます。やった、116日連続配信突破しました、ありがとうございます。全部突破、やっぱ低遅延オフでいけたんだ、重いのかね。打ち上げさんのファンレベル10に上がりました。おお、ありがとうございます。10ヶ月連続10回目突破対73人になりました、ありがとうございます。73突破だ、おお、すごい、
突破隊80は行くぞこれは。え、今日何人ぐらい行くかな、ちょっと楽しみだな、ありがとうね。こんばんは、ヤッホー、タコ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 タケちゃんヤッホー、今来たらタコタコ言ってて草やば、タコ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 、みんながこまめに集めてくれているタコさん、連打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 してくれてるおかげで鮭温泉も来るってタコタコ言ってました。タコ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 タじゃあげーやっほー、こんばんは。低遅延オフにするとボケが遅れるけど我慢おもろ、確かにね、うちのルームだけなんだよな、そこ気にするのって。いつまでやるかによる、今日何時までやるかあんま決めてないです、ぼーっとやっていきます、ぼーっとゆったりまったりやっていきます。連打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 、同じ人いた。今のところ今日は鮭温泉ルームは超低遅延で見れない。マジで本当にそんな感じ。今日たこ焼き食べればよかったな、だって確かに今日たこ焼きの脳あんまなかったわ。今日夜ご飯なんかあれだ、梅おむすび食べて、でしばらく経ってなんかペヤングの賞味期限が近かったからペヤング食べた。やばくない、インスタントが賞味期限近いってどんだけ保存食にしようとしてんのって思うよね。はい、あと1ヶ月以内だったので食べちゃいました。たまやー、おーすごーい。え、今のは何万ポイントなの？25万ポイントぐらいですか、達成しました。あー、ありがとうございます、すごーい。多分25万ポイント、ありがとうございます、すごいです。タコ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 、配信でタコパしてみない？そうだから、この期間にねタコ焼きタコパ、タコパ配信できたらって思ってたんだけど、いつできるかな、明日か明後日できる、明日と明後日だったら夜空いてる気がする、ちゃんと金曜日は空いてない、金曜日別にね、配信はできるぐらいではあるんだけど、夜仕事固まっててね、大変だね。明日きついかな、明後日のがありえるかな、タコパ明後日木金のどっちかだな、タコパするなら。私も今日はたこ焼きゲット行けんかった、今週のどっかに行く。私もカップヌードルとか近所のスーパーで買うと賞味期限3ヶ月とかある。そうなのかな、私買うときチェックしてなかったからそうだったのかも。うん、伸ばしに来ました、ありがとう。温泉でタコ茹でる、やばい、確かに茹だってるわ。ピンクのタコ集めてきます、ありがとうございます、嬉しいです。こんばんは。あ、ケンさん200回目の訪問だそうです、早い、ありがとうございます。ぜひぜひ300回次は目指してね、よろしく、いつもありがとう、イエーイ。タコ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 、一個がでかいからすごい存在感だね、タコありがとう。おかげさまんさで今11位になったよね確か、ありがとうございます、すごい。花火も上がるし、なんかランキングもどんどん上がってるからなんかもう追いつけないんですけど、じゃあキャンセル。いっぱい投げてくれてありがとう。トコ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 。本当だ、これからもよろしくね。だって優しい、ありがとう。よろしくお願いします。のぼせに来ました。やっほー、ありがとうございます。こんばんは、今からタコ集めてきます。いってらっしゃい。お待ちしてます。え、そうだよね、わかる。このギフト、タコのギフトってさ、初期の頃メインだったのにいつの間にかいろんなものに押されて押されて悲しいね、そうなんよ。
チゴールドタコさんはでもいないですから。普段はおばせに来ました、ありがとうございます。タコ漁懐かしい、やば。うん、でもタコ漁の時は1個が100ゴールドのタコさんだったから大変だったよ。あれ1個が100ゴールドのタコさんを5個投げると1回アバターガチャって言って勝手にアバターが増えるやつね。懐かしい。あ、お疲れギフトもありがとうございます。タコの上にポコーンってお疲れって出た今。ありがとうございます。ね、タコ漁懐かしいよね。今なんかあそこまでえげつないのって言い方やばいけど、えげつないのなくない？え、じゃない？なんかタコ漁みたいなアバターガチャみたいなのはさ、茶気温泉的にもうアバターガチャするようなグループにいないのもあるけどね、最近ないですよね。お、ゆきんこさんのファンレベルが10に上がりました、ありがとうございます、嬉しいです。10ヶ月連続の10回目突破隊が74人になりました、ありがとうございます。74突破ありがとう。ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。今月はまだまだ長いのでね、はい、あと25日ぐらいありますからお願いします。ちょうど美人百花と重なってたからめっちゃタコ投げてたな。ねえ、美人百花イベ懐かしいな。美人百花さんのまだアカウント、あのインスタグラムは相互フォローなのでよくこう閲覧されてる、まだ私のストーリーとか閲覧されることあるんだと思ったりとか、あとは私も美人百花の投稿流れてくると懐かしいなと思いつつ、今は確実に美人百花系のファッションの方が仕事を含め買うこともあるから参考にするには今からって感じです。当時もね、もちろんこうなんか綺麗めファッションとか綺麗めメイクっていう意味では参考にしてましたけど、これからの私のなんか世代とかが一番参考にできそうって思った。のぼせに来ました、ありがとうございます。お、コペルさんのファンレベルが10に上がりました、ありがとうございます。10ヶ月連続の10回目突破隊が75人になりました、ありがとう、嬉しいです。75突破です、イエーイ、ありがとうございます。やっほー、最後から2番目ぐらいでたけちゃんのアバター出てきて泣きそうになった。ひまわりアバター出るまでやったの懐かしい。ね、やばいよねあれ本当に、懐かしすぎる。ありましたねそんなこともね。こんばんは、やっほー、のぼせに来ました。おー、すごーい、10位に戻ってきましたよ皆さん。トップ10入りしました、やったー、ありがとう、すごーい。25位から10位まで一瞬で戻ってきた。ありがとうね。なぜかループしたこっちの問題、いや多分あると思う。今日特にこの1ゴールドタコさんがあのリスちゃんよりもサイズもビッグだし重い気がするからちょっとね大変重くなる可能性があります、ご了承ください。あら、嬉しい、ヒカルさんのファンレベルが10に上がりました、ありがとうございます。2ヶ月連続の2回目ありがとう。突破隊が76人になりました、ありがとうございます。76突破だー、おーすごい、すごい一瞬でこんな数字まで、ありがとう。そして花火も上がって、28万ポイント、早い、ありがとうございます。28万ポイント突破しました、ありがとうございます。花火すごい。
すごすぎる、赤い塊になってるタコちゃんたちがもう赤い塊となっております。すごーい、タコ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 、タコの鉢巻きでチャケちゃんの顎が見えなくなってきた。確かに。でも今日ちょっとスマホの高さに合わせてんだよポイントの最後の塔をトッパーにかぶせんのよ。ポイントッパー28万ポイントッパーあ、どう、これで顔見えるんじゃない、この距離感で。私が後ろに背もたれに背中をつけたら見えそう。ポイントッパー乗せに来ました。やっほー、ありがとうございます言いたくなってるやん。だって突っ込まれたら痛くなっちゃうね。次もいますからね、30万ポイント突破って絶対言いますからははは。確かにね、ちょっと遠くになっちゃいます。まあお許しください、顎を見せるには私の輪郭、顔の輪郭を見せるには後ろに行きます。すごいボサボサだ頭。さっき夜ご飯、そのお腹パンパンまでペヤング食べちゃったのでお散歩してきました。この茶系スウェットで、上下茶系スウェットでお散歩してきて、外の風に当たっていたら髪の毛もボサボサになってしまいました。カニよりタコの方がフィットしてる気がするって言われてる。ええ、タコの方がフィットしてる？本当かな。のぼせに来ました、ありがとう、お久しぶりだって。やっほーいさー、すごいタコタコがいっぱいで、これは大変。結婚してとかハートとかピンク系のギフト見えなくなっちゃうから、つどつど行ってかないとダメですってタコアバの制作予定はありますか？そう、書きたいんだけど、今日が結構大きめなお仕事があって、自分にとって大事な日だったんですよ。だからちょっと今日まで書けなかったんだけど、明日明後日は少し余裕があるから、配布まで時間もかかると思うので、できたらタコアバター明日作って間に合うかだな、金曜日っていう感じ。そう、大きめなお仕事はね、普通にコーチングの方でなんですけど、それで大きいお仕事は結構自分の中でピリピリしてたので、はい、無事終わってよかったですね今日が。お、8位まで上がった、ありがとうございます。すごいんだけど本当にすごい、ありがとう、嬉しいです。今日しれっと誕生日なのだ。あ、そうなんですか、ありがとうございます。そんな素敵な日に皆さん、なんかお誕生日の方が多いの嬉しいですね。ハッピーハッピーバースデー、毎日が記念日、毎日がバースデーでいいじゃないですか。ハッピーハッピーバースデー、ケーキのキャンドルを、ふうふう、最高、おめでとう、イエイエイ、素敵な日に来てくれてありがとう誰とは言わぬが、これ結婚して10連あるな、だって絶対もう見えなくなっちゃうね、今回のこの赤いタコさんの中に。結婚して10連はもうあかんね、これはダメですね、見えないですねこれは見えないですね。はじめまして、お邪魔します、ありがとうございます。あ、見えましたねお邪魔します、ありがとう、初見さん、初見温泉の大竹ひとみです、よろしくお願いします。ゆったりまったりトーク配信です、今日はよろしくお願いします。もしよかったらルームフォローしてってください、お気軽にコメントもお願いします、お待
待ちしてます。めでたい続きいいですね。そしてハゲチ、絶対ハゲチが結婚して10連投げてたんだけど、どんな日でもダメですだし、77人はおめでとうだしですハゲチ3ヶ月連続の9回目突破第77人になりました。ありがとうございます。77突破だ、おめでとっぱ、ありがとっぱありがとっぱ、おめでとっぱ、ありがとっぱ来年の5月に10年越しの推しが卒業するんで、あーはん急にアメリカになっちゃったけど、ロスを起こさないようにあちこちさまよってます。なるほどね、全然いくらでも来て茶気温泉はほぼ毎日だいたいこれぐらいの時間に配信してるから、まあなんか惜しいまでいかなくとも、この時間の暇つぶしにはもってこいだと思いますよっていうのもだいたい私の配信見てくれてる人って作業しながらとか家事しながらとか運転しながらとかいう方多いの分かってるから、喋らない時間とかあんま作んないでずっと喋ってるんで、はい、聞き流すような感じで見るにはもってこいなんで、はい、ぜひよかったらルームフォローしてこれからも遊びに来てくださいこんばんは、やっほーありがとうとかぶせてきた、はい、ありがとうパーですワイもロスにならないようにしないとね。ちょっとその後見たよ、なるほどだったわ、それはロスにならないようにしないと。運転は危ない、そう運転危ないなんだけどさ、運転しながらそのラジオ感覚で聞いてる人は多いよね。コメントはあれだけど、コメントは止まった時とか家着いた時にするけど、とりあえず始まったらかけとくっていう人結構聞きますね。うむうむ、大喜利しながらとかコメ欄勝手に盛り上がって私のことを置いてって会話してることありますけど、はい、みんなが楽しそうで何より。今日もかわいいチャキちゃんありがとうございます。だって優しいすんぎありがとうございます。チャキ温泉は今日結構顔面ボロボロなはずだったんですけど、はい、なんとか薄メイクで耐えきりましたギリギリ耐えきりました。ひまわりアバ探したけどなかった、やっぱ出てなかったようだ、だってあれは確率低かったもんなやさぐれながらとか、え押しは押せるときに押しとけっていうのを痛感しているこの頃ですって書いてある、この頃ですか。いやそうなんだよねって自分が、私が言うことじゃないんだけど本当にそうだと思う。来年の5月まででしょ、それはもう大切に推し面をしてあげてください。それまでは、はい、私も卒業発表から卒業する日までの3ヶ月間みんなにたくさん推してもらって嬉しかったから送り出してあげてね。そして6位になりました、すごーい、やばーい、たまやいろんなことが起きててどうなっちゃってるのって感じです。33万35万ポイントなのかな、ありがとうございます。そしてちょっともう順番に言っていいですかやばすぎて、ちょっと待って、35万ポイントなのかな、35万ポイント突破しました。6位まで、25位から6位まで今の時点で上がりました。そしてゆうちゃんがキングタコさんくれました、ありがとう、すごい、ゆうちゃんのタコでっかしなにこれスパンコールみたいになってるんだけど、でっかありがとう、どさくさに紛れてキング、いや本当だよ、こんなもうタコに埋もれてるよキングタコが。あ、キングタコちょっと見えそうで見えない、あーまた埋もれちゃう見えそうで見えそうで見えない
ありがとう。嬉しい。キングタコ初めて見た。タワータコさん。タワータコさんすごいな。王冠だけは必ず見えてます。わあね、結婚してまた投げた人いるでしょ、ハゲチだ。バレます。ダメです。バレます。タコタコしているこの男女やばすぎ。ありがとう。こんばんは、久しぶり。昨日のライブでチャケちゃんのパーカーと T シャツかな、ありがとうございます。おー嬉しい、これじゃん。私も今日着てます。いいよね。あれポストしてくれてた気がするんだけど、だった気がする。ごめん、まだいいねできてなかった気がする。後でチェックするね。ありがとね。デカタコ3位？すごい。デカタコランキング今3位なの私。やば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 すごくない？デカタコってこれでしょ、今みんな投げてくれてるこのデカタコランキング3位らしいです。今やばくない？そりゃそうだよね、こんなんなっちゃってんだもん。壇上も6位だし、トータル6位だし、壇上これだし、デカタコ3位えぐありがとう、すごすぎ、嬉しいです。充電しなければバレないのでは。いや正直これ見えないよ、結婚して充電でもない限り見えなくない？このタコの中に見えるの？見えないよ合わせに来ました、ありがとう。こんばんは、押し寄せるタコ、その通り。キッドさんのオフィシャルからいいねもらいました。あ本当？それは良かったです。あれ結構ちゃんと見えたぞ難しいかなって思ったんだけど、1個の結婚して割とちゃんと見えるな。10個の結婚してもシャワーも見えたけど、1個の結婚パンって結構見えましたけど、一瞬ポンポンって見えましたね。試してみた、意外と見えました。みんなダメです、意外とバレます。結婚してっていう文字がパーンって花火みたいに開くので意外とバレました。私が突破隊読みをしてたりとか、100回200回読みしてたりとか、お茶飲んでるとかだと一個だとバレないかもしれないけど、とはいえ私は全部ダメです。なので一貫してね、一貫してダメですって言いますからうおすごい、トップ5突入だって、やったー、やばーい、すごくない？5位になりました、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。ゴイゴイス、5位に戻りました。愛してる、結婚してはダメです。ゴイゴイスになりました、ありがとう。待って、チャケにクリスマスの壁紙にキノコが必要なのみんな投げてってコメントがある。なんだそれは、あれどうなんだろう、500ポイントみたいなやつだよね。キノコのギフトのやつ500ポイントももらってた気がするけどな、わかんない、もらってた気がするからんです。5位おめでとう&通常タコも1位になりました、やばすぎる。待って、いろいろ起きてる、また5位ありがとうございます。通常タコが1位になりました。えそしてあキノコを送ってくれてありがとう、ケンさん。多分それなんだと思うけども、ポイントは達成してたと思う、キノコギフトのやつだから気にしなくて大丈夫だよ。キュウリアさんもね
リマインドしてくれてる、そのことに関してポイント達成してるよって、ありがとう。40万ポイント突破でタコさん1位だって、やばくないどうなってんのこれ。でおいちゃんのファンレベル10に上がりました。10ヶ月連続の10回目突破対78人になりました。ありがとうございます。すごーい、78突破です。キラキラもありがとう、タコさんもありがとうございます。嬉しい、どんどん突破、どんどん突破声がいいだって、初見さんじゃないですか、ありがとうございます。嬉しい、初見さんが最近こういうコメントくれるの増えたよね、嬉しいです、ありがとう。はい、声はなんかよく寝落ちするのにちょうどいいから、夜配信聞くのちょうどいいってよく言われますもしよかったらこれからも遊びに来てください。今のタイミングでルームフォローしてくれるととっても嬉しいです。お待ちしてます。声もいいって言ってくれてる、イエーイも歌声はもっといいんですよ、みんなどんどん上げてくれる私のことをみんな持ち上げてくれるピンクタコ集め終わった、ありがとう、優しいですね、皆さんありがとうございますよどんな話し方やねん。あと先週たまたま居酒屋で話し合ったスペイン人と意気投合して今日神楽坂で飲みました、だって、めっちゃいい出会いだね、楽しそう。そんなノリで決まっていけちゃうような相手との飲み、いいねいいね。ほんと声が好きだからラジオが良きだって、嬉しい、ラジオ配信してもみんな集まってくれるからそういう時嬉しいわ、画面つけてなくてもだから寝落ちしまするね、みんな言うよね、0時過ぎると途端にコメント減るもんでも逆に0時過ぎだから来れる人もいるんだけどね。アンニョン、ヤッホー、アンニョンチャキちゃん、睡眠導入配信だって、おやすみみんな、バイバイひどい最近ちょっと夕方とか6時とか早めに配信してたから、みんな早めに寝たんですか、結局はいつもの1時とか2時とかの時間に寝てましたか来年マドリードで会う約束してしまった、いいじゃん行ってきてと話聞かせてください。チャキ音声持ち上げるのにできるかな、物理的に、わっしょい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 ってやってください、チャキ音声持ち上げてください。神楽坂タイ専門店、気になる、教えてほしい3位になりました、わーびっくり、3位だってみんな、わー聞いて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 、25位から3位になりました、すごーい、やばくない、さっきまで25位だったのに、配信スタートした10時から1時間以内に3位になった、すごすぎる、みんなありがとう、うわありがとうございます。嬉しい。やったー、ありがとうございます。そしてみんな早く寝てたんだね、昨日。で、いつも通りの方もいたけど。NP 吸い取られる踊り。うわー定位置突破。ヤッホー、こんばんは、イベント中、そうイベント中で限定欄にある1ゴールドのタコさんとか集めてます、そうそうそう、ゆったりまったり配信してるので、もしよかったら
ご協力よろしくお願いします。全然見るだけでもコメントだけでも嬉しいのでお任せします。大繁盛温泉、そうだよ、大繁盛温泉だから今このみんな今見てる人数感全員が茶気温泉に入浴してるので、はい、もうお湯がお湯が溢れかえって茶気温泉のお湯なくなっちゃう。今みんなザバーンって入ってるからお湯なくなりました、ごめんなさい。昨日は結局これくらいの時間におしめの配信が始まり、いつも通りの就寝時間に。なるほどね、あるあるです、こういう時に限って。昨日ライブから戻ったら配信終わってた。そうなんですよ、昨日ちょっと早かったの、ごめんね。ここからね差が開いてるから大変って書いてあるけど、1位と2位ガチガチの人だから無視して3位になれたらラッキーぐらいでよっき。そうしようそうしよう、3位になれたらラッキーぐらいって言ってるけどやばいから普通にどう考えても。先週のハロウィンから始まって3位でラッキーとか言えちゃう温泉がやばいの、本当に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 ね、ありがとうみんなたくさん応援嬉しいです。ライオン。でも驚いたのが今日のお店、日本酒に特化したお店なのに客の4分の3が女性だった。へえ、そうなんだ。でも確かになんか日本酒飲みやすいなっていう感覚は私もあります。でも酔いやすいからあんまりなんかあれもこれもって飲み比べしてるとあれだなと思って、あんまり自分で手出せないんだけど。いろいろ見たんですけど咳で骨折したことあるんですね、どこ見てるんや。そうそうなんよ、研究生の時かな、研究生の時で2年目ぐらいだから多分2020ぐらいで、いやでもあれ咳で骨折くさーって言ってるけど今で言うコロナぐらいだったの、あの咳のレベルが。でなんかマイコプラズマ最近流行ってたじゃないですか。で私あれの症状を見たんだけど絶対あの骨折った時ってマイコプラズマだったと思う。なんか症状が全く一緒で、なんか今でいうコロナとマイコプラズマと同じような咳の感じとなんかこう症状が出てたから、しっかりこう検査結果出てなかったけど絶対どっちかだった、マイコプラズマだったと思う。で辛くてそう辛かったんだけど、なんか代打がいないし、なんか自分が出なきゃいけないしで無理しすぎて、咳って結構ね腹筋とかさ肋骨あたりに負荷かかるっていうじゃないですか。それでそう疲労骨折みたいなちょっと結局最後は疲れもあったし、疲れとその咳とくしゃみとみたいなの、そういうなんかね負荷がかかるやつと全部合わさっておりました。そうマイコプラズマ肺炎だけど絶対それだったと思うっていうレベルだった。咳は体力奪うよ本当。だからあれから結構復活するまでも時間かかったもんね。今でもなんかその気圧が変わったりとかすると、骨折したことある方わかると思うんだけど、気圧とか雨が降ったりとかそういう気候の変化でなんかうずうずするキシキシする感覚がある、なんか嫌だなって感覚があります。嫌になっちゃうよね。お嬉しいです、あきらんさんのファンレベルが10に上がりました。10ヶ月連続10回目いつもありがとうございます。突破隊が79人になりました。おーすごーい、やったー、もう80突破すぐ手前、ありがとう、毎月毎月これからも応援よろしくね、ありがとうございます。
で初見さんが頑張ってくださいってコメントくれてる、ありがとう、嬉しいです。ぜひぜひルームフォローもお気軽にしてください。ルームフォローとコメントといつでも遊びに来てね。そう、私のね過去はね、絶対あれはもう肺炎だったわとか思うんですけど、まあなんだかんだいろんなことを乗り越えて今元気でやってるので大丈夫自分も最近めっちゃ咳出て病院行きました。なんか最近多いよね、マジで。そう、もうなんか違うことで病院行ったら咳とかなんか風邪とか肺炎とかそういうのうつるんじゃないかなと思って気軽に病院行けないまである。骨折はしなかったけど咳でぎっくりになりました。だってぎっくりもねちょっと癖ついてるからわかるんよ。私一番怖いのが咳よりもなんか朝起き抜けの洗顔おばあちゃんかなって感じなんだけど、起き抜けのさ洗面台の高さに合わせてさ腰から折ろうとするとやりそうになるのさ、ぎっくりの癖ついてる人絶対分かってくれると思うんだけど、だからわざわざ朝顔洗うときにそう洗顔、そう顔洗うの洗面台の高さに合わせてこうやってかがもうとすると腰から折るとそのままバキッていきそうになるから、膝をちょっとこう緩めるというか膝をちょっと曲げて顔を洗うやばいよね、もう腰痛癖がついちゃってるからさ。そうなの、特に起き抜けは危険。お昼とかだとまあ重いもの持ってると危ないけど本当にね起き抜けの洗顔危ないです。じゃあげー、こんばんは、やっほー。やばすぎ、茶毛温泉さんが腰痛の話してるのよくないそうね、本当にそう、ぎっくり超手前みたいなところまで行っちゃったことがあって、そう、実はねここ数年間ずっと仕事用のバッグも、それこそ現役の時の仕事用のバッグとかリュックもずっとコルセット入れてたんですよやばいよね、ほんとおばあちゃん笑い事じゃないんだけど、ちゃけちゃんの話し方が面白くて笑っちゃうね、おばあちゃんあ、ゴールド888さんのファンレベルが10位に上がりました。8ヶ月連続8回目いつもありがとう、パチパチパチ。突破隊がパチパチ10位になりました80人になりました、ありがとうございます、ありがとう。レッチーありがとう、ついに80いけました、やった、ありがとうございます。うれちみありがとう、こんばんは、こんばんはに、みんなどんどん集まってきてくれてありがとうね、伸ばしに来ました、皆さんありがとうございます、お待ちしておりました。そう、腰痛に効く茶毛温泉じゃないとね、そうですよ、みんなの腰痛を治す茶毛温泉でありたい、希望ですねありたい。お相撲さんみたいなポーズで想像しておきます。そんなガニ股で洗顔してんのやばいでしょせめてもうちょっと閉じて女の子女の子汗汗ね、腰は無理しちゃいかんと思いますですよね。私もなんかずっと会社員やってた時もデスクワークでずっと長かったので腰痛ってなったんですけど、最近はねあんまりそのあ死んじゃ固まったっていうのはなくなったけど、お散歩行ったりとか体動かしたりストレッチの時間を設けています。長時間座りっぱもきついし立ちっぱもきついし踊りっぱもきついし、どうしたらいいんだケイさんのファンレベルが10位に上がりました、ありがとうございます。3ヶ月連続の3回目いつもありがとう。突破隊が81人になりました、やったー、ありがとう、よっしゃ入隊できたぜということで81人目ありがとっぱー今日はありがとっぱーの日です
ありがとうございます。おお、金縛りの経験はってコメントがあるけど、金縛りはあるよ。でも最近はない。直近であっても1年以上前だな。結構前です。最近はパーソナルに行ってるので、ウェイト上げるときにたまに危ないときがある。うわ、わかる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 。私もその上げるときにやばいって思うと、あ、ちょっと無理ですって言ってる同じくやってるので、あのパーソナルでやってるので、こうやって背中に持ちながらこう上げるときとか、こうスクワットみたいな形でやるときに、あ、ちょっと無理です言って、いやーってできてるときはいいんですけど、後半になってくるとどうしてもね、こう足とか背中とか他のところでカバーできない分を、姿勢が悪くなって逆にこうね辛い状態になるんですけど、そうやっちゃうと腰でカバーしようとしちゃうので、無理ですこうやって戻しちゃいます。無理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 って普通あの敬語で喋ってるんですけど、その時だけは、あ、無理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 って戻してますなになに、金縛りって誰かが入ってくるような感覚ある？入ってくるようになったことないかも。私はなんか襲われそうになるみたいなやつばっかりで嫌になっちゃう。そう、あとなんだろうな、この縛り俯瞰して見てるのと襲われそうになる二択かな。それで動けないっていう感覚で、入ってくる感覚はなったことないや。こんばんは、どうもこんばんは、にです。やっほー。目標スクワット100キロだって、それはすごいわ。目指して頑張って。私はまだ30キロでうう言ってます。30でもすごいと思うけど、このヨボヨボの私が。金縛りの時に猫が足元で寝てて心強かった、だって、それはだいぶ心強いわ。いいね。ジムは何年通ってるの？ジムは本当にパーソナルは1回1年以上前に通ってたのね。でそこ通ってたんだけど、やっぱどうしても AKB の時ってスケジュールの都合がつかなくて予約取りにくくなっちゃってやめちゃって、でそっから24時間やってるようなジム近くにあるところ契約して、でランニングとかメインに行ってたんだけど、筋トレやったりとか自分でやってたんだけど、でもなんかそれはそれで、あの卒業公演とかまで それで頑張れたんだけど、うん、その後結局自分で目的がなくなったから行かなくなっちゃって、そうだからこの1年半ぐらい結構どこかしらと契約しながらやってはいたんだけど、転々としてる。パーソナル行ってなんか24時間行ってパーソナル戻ってきたって感じ。うん、そうですね。間に何もやってなかった時はないかな。ここ1年半ぐらいは多分ずっとどっかしらのジムは通ってたと思います。うん誰かが部屋に入ってくるような感覚があるって、この前言って、あ、入ってくるって部屋にってこと？なんか自分に入ってくるとかじゃなくて、金縛りの話？部屋に入ってくるはある。部屋に入ってきてのそのそ来て、あ、やばい、やられる、死んでしまうって言って、うわーってなってるのが多い、金縛りになると。そういうことね。私自身に入ってくるのかと思ったそれはないけど、部屋に入ってくるはわかるわ。あれ怖いです。通学とジムは無理ゲーですよね。学校通ってた時はジム行けなかったな、さすがに。同じ30キロで日によってなんでこんなに重さが違うのってことあるよね。めっちゃわかる、めっちゃわかる、めっちゃわかる日によって重さが違うのめっちゃわかるって他にもコメントが。だよね。
なんか行けるときはお意外と行けんじゃない、え今日15回とかできちゃったりとかあります。にょろちゃん200回目の訪問だそうです。ありがとうございます。嬉しい、200回、たくさん来てくれてありがとう。次は300回です。ぜひ来てください、よろしくお願いします。お待ちしてます。すごい、こんばんは、やっほー、こんばんは、にです。自分に入ってきたら怖い、そう部屋か、部屋はわかる、自分かと思ってたわ。怖すぎる。確かに、さすがにね、自分に言うじゃん。怖すぎ、いやだ、怖い話してたらなんか来ちゃった、来ちゃったはやばいんだけど。ありがとうございますじゃないんですよ、パトカーさん、本当にびっくりしたわ今。怖いって言ったらサイレンかかっちゃったから、びっくりびっくり。あーそういう時は気合で振り払う、気合なのか、気合で振り払うものなのか。こんばんは、ヤッホー、のぼせに来ました、ヤッホーヤッホー、こんばんは、にです。自分に入ってくる話だと思って聞いてました。え、だよね、私もそう思って聞いてました。え、待って、ビッグタコがいる、すごい、待って、気づいたぞ今、あまりにもでかいタコがやってきて。ナラウさんありがとうございます、すごい、でっかタコちゃんがまたうちのルームに発生しました、でっかタコありがとう、すごい、デカタコ、キングタコか、デカタコはこれか、普通のデカタコとデッカタコほぼ変わんないので。キングタコね、キングタコありがとう、嬉しいです、感謝です、すごーい。デカタコデッカタコほぼ一緒。確かにね、意識してないと気づかないから、しっかり画面を見ながら配信します。すごい、待って、ポイントも、え待って、多分50万ポイント達成しました、すごい、ありがとうございます、すごくない、50万ポイント達成です、出す、だとでの間、達成です、すごい、ありがとう、やったー、あっという間に50万ポイントだと。今日だけで何万ポイントになってるんだこれは。えっ、キラリーン、わあ、刺さった、刺さった、キラリンチョだ、キラリンチョもナラブさんだ、ありがとうございます、すごい、キラリンチョったわ、ありがとう、すごー、キングタコにキラリンチョに画面が華やか、そしてデカタコの嵐、壇上やばすぎで、やはりタコが大きすぎてタコが埋もれる、わかるけどね、ここにでっかいの、ありがとう、感謝です、近い近い。そしてマフェリアスさんのファンレベルが10に上がりました、10ヶ月連続の10回目、いつもありがとうございます。突破隊が82人になりました、やったね、ありがとうございます、82突破やばすぎー、ありがとう、ぜひぜひ、今月もまだ長いので応援よろしくお願いします。こんばんは、のぼせに来ました、どんどんみんな集まってきてくれてありがとう、こんばんは、にです、茶器温泉です、よろしくお願いします。初めて来てくださった方も、二度目ましてさんもこんばんは、茶器温泉です、ゆったりまったり配信してるので、もしよかったら見てってください、ルームフォローもお気軽に、
いましていただけると嬉しいです。お願いします。こんばんは、やっほー、こんばんは、こんばんは。お、サーモンさんのファンレベルが10に上がりました。ありがとうございます。8ヶ月連続の8回目突破隊が83人になりました。ありがとうございます。突破隊もどんどん増える、嬉しい、ありがとう。83突破です、ありがとうね。みんなの連続記録がどんどん重なっていくのを見ると、茶器温泉はずっと長く愛される温泉で素晴らしいなと思います。まだファンレベル2です。全然大丈夫ですよ。ぜひ今月入ってね、突破隊。たこ焼きの方にならないことで、たこ焼きは小麦が本体という概念やーすぎる。たこ焼きでもたこパ配信したいねってさっき言ってたんだよ。そうなんだけど、たこ焼き器がないからたこパするにしてもなんかもう買ってくるしかないやって話。ちらこんばんは、ありがとう。すごーい、タコとキラキラが止まらない、ありがとうございます。こんばんは、どうもです。嬉しい、初見さんと二度目ましてさん、たくさん来てくれる中でルームフォローしてくれる方もあるいる。なんか日本語間違えがちな留学生みたいになっちゃった、今。フォローしてくれている方もあるいます、ありがとうございます。フォローありがとう、嬉しいです。最近そうなんかこういろんな時間にやってたのもあると思うけど、ずっとちょっと停滞していたフォロワーさんも少しずつ伸びつつあって嬉しいです。たこ焼き器結構安いよね。そうそうそうなんだよね、貸すよだって、マジ友達。10ヶ月の10が爪楊枝とたこ焼きに見えますね、だって。もうやばいですね、たこに脳内が侵されています。たこ焼き器べはよ、やばい。たこ焼きキーベ、何でもありになっちゃう。待って、大喜利指数がなんと1万を超えています。すごーい、待って、なんかタワー来てない？なんかさ、すごいの来てるよね。何これ、何これ観覧車？ありがとう、ナーラブさん。観覧車？何これ、観覧車タワーなの？だるま観覧車じゃん、可愛いんだけど。ありがとうございます。嬉しい。なんだこれは。季節のタワーなの？へえ、可愛い。可愛い。初めて見た、だるま観覧車。ありがとう、嬉しいです。っていうかもうダバすぎ。キングタコちゃんもグリッタワー、グリッタワー、キラリンチョタワーも、このだるまさんタワーもありがとう、投げてくれて。だるまさんタワー、だるま観覧車タワー、ありがとうございます。すごすぎる本当に。待って、どうなってるの。なんか、ま、なんかタワーなんだ今、また投げてくれたよね今、ボーンって。パンダ、パンダ乗りタワー、クマパンダ乗りタワー、パンダクマ乗りタワー、ん、クマパンダ乗りタワー、わかんないけど。もう一つの季節のタワーなの今の、やばすぎるんだけど。ありがとうございます。どうなってるの。やばい、誕生日だ、おめでとう、おめでとうっぱー、ありがとうっぱー。茶器温
温泉やっぱ毎日が誕生日で合ってるな。すごい、季節のタワー制覇しちゃったってことなの？すごすぎじゃない？ありがとうございます。やば、あ、また今日も誕生日か、嬉しいな。もう突破隊のみんなを置いて3桁歳ぐらいになってるけど、おめでとうございます。今日も誕生日か、ありがとう。私だけもう200歳とかになっちゃう、ごめんねみんな、先に200歳を迎えさせていただきますわ。ごめんなさいねみんな、ごめんね、みんな目指してたと思うんだけど、先に200歳はいただいちゃうね。ありがとうございます。やばすぎです待って、花火も上がって、待ってどうなってん、60万ポイント突破すごいすごい、まあ、すごい60万ポイント突破しました。いろいろとタコさんといろんなタワーさんとご協力ありがとうございます。すごーい、ありがとう。そしてリベロさんのファンレベルが10に上がりました。ありがとうございます。10ヶ月連続の10回目突破隊が84人になりました。ありがとうございます。84突破、ありがとう。パー、そして笑顔さんのファンレベルが10に上がりました。10ヶ月連続の10回目ありがとう。突破隊が85人になりました。ありがとう、すごい、85突破です。ぜひぜひ今月もよろしくね、来月もよろしくお願いします。来月になったら今年終わっちゃうからね、本当に年末まで楽しんでいこう。リクガメの年齢、本当だよね、手がこう出そうです待って、茶明け温泉すごい、どう、すごいなすごいなじゃなんかもう他人事みたいな言い方になってるけど、すごいなこんばんは、どうもです。こんばんは、じゃげー、ありがとう、みんな来てくれて。今日も茶気温泉はゆったりまったり配信してます。うん、毎日突破すぎて今月始まったばっかだけどずっとライバー1位だって。うっ、すごっ、マジやばすんぎじゃない。ええ、そうなんだ見てないんかーい。すごい、今月始まったばっかだけど5日間連続ライバー枠1位なんだって、茶気温泉すごー。まあ今月ねラストまでまだ長いから、まあ、抜かされちゃっても2位になっても3位になっても全然なんですけど、もうずーっとずーっとずーっとさあブロンズステラーいただいててね、ずっと3位でもあるし、先月に関してはシルバーステラも獲得しちゃってるので、ライバー枠で3位以上で居続けてるの やばいよね、どう考えても。そして今1位にいるのもやばい。ありがとうございます、本当に嬉しいです、みんなありがとうホテイソンか粗品かって言われてんのめっちゃおもろいなニュアンス伝わるんかーいとか書いてあったけど、伝わるんかーい、伝わってました天才ですから、桜木チャンス、ネタが通じるんだよなー、ほとんどのぼせに来ました、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、アイドルさんですか、だって元です、今は普通にアイドルはしてないです。今は私は何も活動はしてないのです。お、ドラドラさんのファンレベルが10に上がりました。やった、8ヶ月連続の8回目突破隊が86人になりました。やった、ありがとう、
86突破です。嬉しい。これからもよろしくね。毎月ありがとね。イエーイ、ありがとうございます。ワイワイ。東京ホテイソンのたけるさんへの板倉さんが操るドッキリ面白かった。出た。てか板倉さん出てる回全部おもろくない？大好きなんだけどなんならあの板倉さんがゲストのトークゲストで入ってた、なんかあの BS じゃなくて なんだっけ、なんか切り抜きでさあったさ、知らん、ノブロックじゃないんだけど、なんかサブちゃんみたいな感じのめっちゃ面白かったなと思って、見てるんかーいなんだけどそう、俺は芸人として終わったが切り抜きでめっちゃバズってたやつ、めっちゃ面白かった、全編見ちゃった何すごい、回ったジェットコースター、城立ってない、なんかいつもの和風の城じゃなくてなんか洋風な城立ってる、シンデレラ城みたいな。ナラブさんバイタワー投げてくれてる、やばすぎ。ちょっと待ってでかい、ありがとうございます。びっくり、ありがとう。ダダダダダ、ダブルタワー、ナラウさんが暴れてるって言われてるよすごすぎる、本当にありがとう。ニキニキ、さすがに私誕生日だ、これはもうありがとね、嬉しいです、本当にいつもありがとう。季節のタワーが出揃ってしまった、ありがとうございます。ノブロックで騙されたチャケを見たよ。そう、ノブロック TV 実は出たことあんだよね、チャケ温泉、おもろチャケ温泉じゃないけど大竹ひとみさん時代に時代って何、はい、出たことあります。実は実は、待って、配信してるの知らなかった。だってね、久しぶりじゃない、めっちゃ久しぶりのコメントを見つけたんだけど、はい、配信していました、実は久しぶり、大竹ひとみ時代、配信してるの知らなかったとか、配信してたんだとか、久しぶりに見たコメント最近多いよね。そう、ありがとう。でも初見マークついてないけど、今までコメントしてなかったっけ、なんか久しぶり感がないんだけど、そうだっけ、茶屋温泉時代になって2月から始めて約9ヶ月だけど、そうね、なんか昔の記憶も結構記憶に新しいまま私はいるので、なんかこのルーム来てくれた気がするけどなとか、コメントあった気がするけどなっていうこともあったり、久しぶりに来てくれてるのかこれはだったり、なんか不思議な時がありますどっちにしろあの大竹ひとみさんとして見に来てくれてる方、茶気温泉として初めて見つけてくれた方、それぞれいると思うんですけど、みんなが居心地よく過ごせるルームであれば何でもいいですふふ、今日だけで何回か誕生日来てる、はい、もう毎日が誕生日なんですけど、今日だけで何回か誕生日来てたら、もう私は1000歳ぐらい超えてます。1000歳ってなんやね4桁以上いってますね、本当の、そう、なんか今になったら見つけてくれるの嬉しいです。アイドル時代より話題も結構講師の方ばから例えやばい確かに話題の広さはあれかも、
なんかここまで話していいのかな、こんな話してもいいのかなっていうのがなくなったのは結構あるかもね。うんうん。アカウント切り替えてるから現役の後に1回は来てるんじゃないね、かもしんないよね。でも私はみんなその昔からアカウント名、みんなのニックネーム変えてない人はねずっと記憶してるよ結構。おお久しぶりってなるもん、割と覚えてるもんです。意外とね覚えてます。うまーうまー、ダブルです、体すこやかちゃダブル。こんばんは、やっほー。あら、お面ライドさんのファンレベルが10に上がりました、ありがとうございます。4ヶ月連続の4回目突破隊が87人になりました。おーすごい、ありがとう、増える、突破隊が増える、ありがとうね。ぜひ今月もまだまだたくさん応援してください、よろしくお願いします。イエーイ、よろしくね。あんなに差があった2位と20万切りましたね。ほんとじゃん、やばすぎ。やばいやばいやばいね、ほんとほんとじゃん、やすごっ、ありがとうやばすぎる、ありがとうございます、すごいな。再開した時ショートからロングに変わったし気づかず通り過ぎてる説はありますね。確かに。今日は何時頃まで配信する？もう11時半なんだ、早っ。明けおめまではやろうかな、0時ちょい過ぎぐらいまでやります。はい、なので無理しないでね、みんなも。お、ミャオ 1000% さんのファンレベルが10に上がりました、ありがとうございます。9ヶ月連続の9回目突破隊が88人になりました、ありがとうございます。88突破です、ありがとうね、すごーい、88突破きました。今月もよろしく、いつもありがとう、イエーイ。90突破マジかすごくない？0時までね90突破あるぞ、これはこれはこれは「よろしくお願いします、サマーウォーズ」ったすごっ、待ってー、ポイントもすごいけど突破隊もすごいけど大喜利指数もすごい、大喜利指数も 14,454 だって、やばきた、やばやばと、もう何でもありになってる、コメントコメント、あすごい、少しタコが落ち着いたかなって思ったタイミングでタワー一覧が見えた、そしてまたタコに埋もれたあ、タワーちょっと見えたとか、いっぱいいろんなカラーのカラフルなタワーがある、見えたって思ったら見えなくなったすごい、ありがとう皆様、タコ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 タ、もう読めないわタコって全部読んでみようかと思ったけど無理でしたやっぱコメントはしないけどタコ投げてくれる勢がいらっしゃるんだな、うん、そうだと思う、だと思うさすがにね、コメントみんながみんなしてるとは思わないけど、そう、それぞれのねこのタコ投げてくれてる、超連打してくれてる皆様も
ちゃんとポイントに反映されてるから、おー爆発ありがとう反映されてるから、さっきも言ったけど一人一人みんな頑張ってくれてる証拠だよね。あとあの前言ってた配信ログっていうやつでどれぐらいの人が来てくれてるか分かるって言ったの覚えてますか？昔配信見てくれた方、そうなんか今日の配信は何人閲覧しましたって同時視聴じゃなくてなんかトータル何人来てくれたっていう数が春先に比べて倍以上になったの。本当に来てくれてる人数が単純に倍以上になってるから、確かにこのポイントの伸びもおかしくはないんだなって思いました。めぐみのさん200回目の訪問ありがとうございます。やったー、たくさん来てくれてありがとうね。次はぜひ300回お願いします。ありがとう、いつもいつもたくさん応援してくれて嬉しいです、ありがとうです。そしてくまさんのファンレベルが10に上がりました。10ヶ月連続の10回目突破隊が89人になりました。ありがとう、嬉しいです。89突破やったー、ありがとうございます。上ちみです、ありがとうございますさらに倍さらに倍さらに、そのコメント読むと3倍4倍なんよ、もうもはやそうなんです、ありがたいことに、実は実はちょっとね見えるんだけどめっちゃ嬉しいと思った。久しぶりにそれ確認したの前、あんまり見ないんだけどさそう、えすごいよ本当に、合計視聴者数がさ、いや合計視聴者数でさ、なん普通に4桁いくようになったんだよね。前はその多くて1000人とかだったんだけど、多くて1000人だったんだけど今約2000人ぐらい毎回来てくれてるの、すごくない？2000アカウントが到達するようになったのって多分あれだと思う、本当にステラだと思うよガチで。だって自動的に自分の推しメン見終わった後にステラ獲得者が配信してたらそっちに流されるっていうシステムだからさ、そう私がみんなが配信やめるような時間帯をまたいで配信してれば確実に1回はここに流れ着いてくれてるっていうのもあるから、それで見つけてくれて投げてくれるようになったりとか、ずっとマークはしてくれてるよっていう方だったり、たどり着いたら投げるよってやってくれてる方も多分たくさんいると思うんだよね。そうマジですごい、2000なんて絶対いかないって思ってたんだけど、昔は3000いってる日もあるもん、日曜日とか。そうすごくない？日曜日のカラオケ配信とか結構盛り上がってる時は3000いってたりします。でも逆にラジオ配信の時は600とかもあるだから多分正しい数字なんだと思うよ。毎回毎回配信者に4桁伝えておけばいいとかそういうことではやってないから、絶対ショールームさん。そうなんです、すごいよね、嬉しいなって思いました読めないコメントあるわじゃげー、こんばんは、ありがとうございます。そうよく考えたらステラってすごいシステム、本当にそう。おーありがとう、ポップコーンも嬉しい、キラキラポップコーン爆発タコちゃん何でもありみたいになってこんばんは、伸ばせに来ました、ありがとうございます、爆発ありがとう。一度見たら抜けられない温泉、沼温泉、沼温泉沼温泉いいのかな、いいんだか悪いんだか、沼温泉おもろい。うん、突破台じゃないとやっぱラジオはそうなのか、そうラジオはやっぱりどうしても少なくなっちゃうね。そうだからやっぱガチベってやってる時は顔出した方がいいなとか思いますよね。まあでも顔出せないような時間帯朝とか昼とか
いう時は、まあ少しでも時間とかを稼いだりポイント少しでも多くしたいなっていう時はラジオやらないよりやった方がいいと思うけど、頑張りたい時はやっぱりね自分も気合を込めてちゃんとビジュアルくして顔出ししないとダメですよねとは思いますけど、最近そんなになんかこうねガチっていうのはないけどな、うん。こんばんは、ヤッホー、ありがとう来てくれて、こんばんはにです、伸ばせに来ました、ありがとうございます。初見さんと二度目ましてさんがいっぱいいらっしゃるの、ありがとうございますありがとうございます。茶気温泉の大滝瞳です、よろしくお願いします。ゆったりまったり、まあこんな感じで毎日のようにトーク配信だったり週末はカラオケ配信などしてることもあるので、もしよかったらルームフォローしてこれからも遊びに来てください、よろしくお願いします。今のうちにルームフォローしといてね。ピッ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 、お願いします。忘れに来ました、ありがとう。掘り出し物がラジオにはあることがあります。確かにラジオは私もコメントを読むことがやっぱ多いし、こうビジュを気にしなくていいじゃん、こうやってあなんか今前髪大丈夫かなとかなんかテカってないかな大丈夫かなみたいな思わなくて済むから、やっぱ話に集中できますね。お上に流れ着く仲間が増えるの増えるシステムなんだね、嬉しい。そうだね、ほんとステラ獲得はみんなが毎月頑張ってポイントがすごいことになってくれてるおかげで、そのおかげでそうランキングが上位にいられてステラも獲得できて、そのステラのおかげでまた新しくね茶気温泉に来てくれる方沼ってくれる方が増えて、そんでそういう方々のおかげでまたポイントが増えてステラ獲得できてみたいな、ほんとループなんですけど、そういいこうなんかサイクルができてるなって思いますよね。素敵素敵ありがとうございます。皆さん伸ばせに来ました、ヤッホー、こんばんは、ありがとう、こんばんは。初見さんもコメントありがとう、挨拶もありがとうございます。初見温泉です、よろしくね。ルームフォローもお気軽、コメントもお待ちしてます。お気軽お気軽お気軽転がし方が上手だからだよ、コロ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 、もうこれじゃ転がせてないね、もうああ転がってっちゃう、また転がしちゃうじゃん私、シャインマスカット転がしはもうしません、まさかの我々も転がされてるのね、やっぱり言われてしまった、シャインマスカットの話違います、それにもうシャインマスカットの話ですかが通じる人が今どれぐらいいるんでしょうね、わかんないですけど配信はいつからしてらっしゃるんですか、だってあーこの茶気温泉は2月からやってます、2月の1日の深夜におもむろに作ってやり始めましたって言いました、この茶気温泉はこの茶気温泉は2月に新しく作ったルームですけど、その前にアイドル活動がねありましたから、そこでは長くやってましたね、6年ぐらいはアカウントを持ってやってましたけど全く変えましたその時のファンの方とかフォロワーさんとかね、ルームレベルとかもすごかったんですけど、やっぱりやっぱりゼロから新しい人生スタートを切ったからこそ、新たなルームで一から頑張ろうっていう風に思ったので2月からゼロからスタートしましたよ。アイドルだったんですかおい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 、この茶気温泉は言うの何気におもろいね、そうなんですよ、別人格かなっていう、
ショールーム配信いろいろと勉強しています。だってそうなんですね、コメントをわざわざこうやって丁寧にされる方ってあんまり少ないから、それだけでいい方なんだなっていうのが通じました。ありがとうございます、優しい。美人百科イベントに参加されてるんだね。されてたのかな、されてるのかな。私も美人百科イベントに過去ね挑戦しましたから分かりますよ。まあ確かにね、ここで配信を勉強するとなんかちょっとなんか毛色が違うなみたいな感じになってしまう気がするけど、はい、まあ配信はなんだろうね、みんなとどれだけ楽しい空間が作れるのかっていうのは、まあ なんでしょうね、何が大事だと思う、逆にみんなはみんな何が大事だと思う。茶気温泉的には結構気をつけてることとかはあるんよ。空気感とか、自分がこうコメントの拾うなんか率とか、なんだろうな、話の広げ具合とか、ここまで広げていいか、ここまでやっちゃうとやりすぎかとか、この人ばっかり読んでないかとか、そうなるべくね拾いやすい話題はどれだろうとか、個人に対する話題ばっかりじゃね、かわいそうじゃん、周りの人も置いてかれちゃうじゃんって気にしたりとか、いろいろ実はやってるんですけど、あ、鼻むずむず。スラングだらけで全く勉強ない。それはそう、米のさばき方めっちゃ上手、本当めっちゃうまいと思う。ありがとう。大事なのは聞き続けられることかな。飽きちゃうと途中でどっか行っちゃう。なるほどね。まあでもさっき私が喋ってたけど、ラジオで聞いた時に私の顔面をこう見ないで、配信もバックグラウンド再生で携帯を置いてスピーカーにして聞いてた時に、どれだけ面白いかっていうのは大事面白いかまだシーズンジャパニーズコメディアンって言われちゃいそうですけど、はい、コメディアンじゃないですはい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 。あ、そんな中でカホさんのファンレベル10に上がりました。ありがとうございます。9ヶ月連続の9回目いつもありがとうね。突破隊が90人になりました。やったー、今日中に90突破、今日中に90突破合ってるよねいけました、ありがとう。やったやったやった、90突破できました、ありがとう。今月もよろしくね、ありがとうございます。90おめでとう、ありがとう茶気温泉は概念だけど、一人の女性として一線を越えないようにコメントはしてる。じゃあそう、なんかコメントしてくださるファンの方の治安があまりにも良すぎるのはそれはあるねえ。ラジオ配信はほぼチャットルーム、確かにそれはそう、うんうんうん、なるほどね。コメントを読んでるだけのとこもあるし、流しすぎてもあれだしな、コメなんか勝手に面白いからまた飽きないわ、それはそうですね92恐怖中突破もうおかしくなっちゃう。出た、坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。え、言えてない、待って待って、初めて言えたんだけど、こんななんか脳なしみたいな感じでわーって言ってみたら言えたんだけど、待って、今言えてたよね確実に。え、今言えてたよね、初めて、このタイミングで初めて言えたんですけどおもろ、まさかのじゃあ朝早いのでそろそろ失礼します。だってありがとね、むしろこんな遅くまで、おやすみなさい、またね、ありがとうまさかの言えてた、びっくりびっくり坊主が上手に屏風に、あ、もう言えないわ、もう言えてないわ、坊主が屏風に上手に坊主の絵、あー坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。なんか擬音系だと言えるみたいな
なんだこれ、めっちゃむず。ジョーズがいらっしゃる。やばい、サメ、サメ出てきちゃった。え、むず。ジョーズが早口だね。確かに難しいな。さっきの季節の季節季節期の普通の文章読めてないんですけど。おい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 、さっきは奇跡の一発だったのかしら、かもしれません。もう今じゃ普通の文章も読めません。ジョーズがジョーズがやばい、もろ。お、ビンさんのファンレベル10に上がりました、ありがとうございます。10ヶ月連続の10回目突破、対91人になりました、ありがとうございます。91突破です、いつもありがとうね。今月もよろしくお願いします。すごーい。なんかさ、ここ数日間のさ突破隊のこの増えるペースに自分が合わせてあんまり長く配信できなかったり、いい時間帯、みんながいつも見てくれる時間帯にできなかった分を、11月5日の本日の配信が全部なんかこう来てくれてる感じしない？単語が入ってないよね今。そう、なんか追いついてくれてるよねこの配信で。はい、挽回できてる、回収してます。回収いたかった、そうカバー、そう今までこう増やしたかったけど視聴時間稼ぎたかったけど見らんなかったなとか、いろんな方をいつもの時間帯に10時から約2時間配信できてるので、ここで回収できてる。日本語が出てこなくてイメージだけで会話してんのやばい。もう今までの分をこうしてる。おお、花火が上がりました。おお、80万ポイントだったの今の、もしかして。え、やばすぎじゃない？火曜日だよ今日。え、火曜日だよね今日。なんか最近のゆるいべがガチいべにがガチいべがガチいべになっちゃってるレベルじゃないこれ、本当にすごーい、ありがとうございます。すごい。え、月カーで、月カーで80万ポイント、やばい。さすがに、うん、語彙力ゼロ。ありがとう、本当にすごいです、もう嬉しい、本当にありがとうございます。なんかライバーいや、ライバー枠にいるんだけど、なんかライバーありがとう、すごい、チェキ温泉やばい、ありがとうございます。そして R430 のファンレベルが10に上がりました。9ヶ月連続の9回目突破隊が92人になりました、イエーイ、ありがとうございます。92突破嬉しいです、ありがとう、本当にびっくり、92突破もとっても嬉しい、ありがとうございます。そしてなんとこのタイミングでまたキラリンチョがいただいちゃいました、ありがとうございます。キラリンチョタワーいただいちゃって、ナーラブさん、ナーラブさん、すごい、ありがとう、すごい、誕生日だ今日。すごい、ありがとう、キラリンチョタワーをまたいただいてしまいました。ちょっとすごくない？なんかもうもっさりしてきちゃってるよ、なんかもうここタワーでもっさりしちゃってるよ、ありがとうございます、とっても嬉しいです、本当にありがとう、ありがとうございます、嬉しい。そしてあれだね、土日ぶりの人多いんじゃないわ、ありそうですね、月曜日昨日が早い時間だったのもあるし、土日もあんまりこういい時間帯長くできなかったから、なんなら金曜日ぶりの人とかもいそうな気がする。久しぶりってコメントもさっきあったもんね。
国が怒りそう。ショールームランド、さすがにランドすぎる。箱部屋って言われてる。誕生日おめでとう、誕生日おめでとう、ありがとう、みんなありがとう。誕生日だ今日が、今日も今日もみんなで誕生日です。昨日は仕事中で行けませんでした。そうだよね、それぞれありますもんね。なぜか2位が現実的な差になってきた。え、本当にやばすぎるんですけど、本当に何度も言いますけど、私2月から言ってますけど、無理だけはせず楽しめる中でいい順位とすごいポイントになっちゃったらすごーいっていうスタンスでいきましょうね皆様。でも私は知っています、皆様がいつも楽しめる範囲で毎週応援してくれている中で、本当に一人一人応援してくれる方が増えてきたからこそ、この今の時期にこういう順位でいられているっていうのは、はい、感じているので、無理はしてないなっていうのは分かってはいるんですけど、定期的にね言っていこうかなっていうやつですね。ありがとうございます。イエー、無理はしてないけどいつの間にかガチになってる感で、いつの間にかガチになってる感のあるポイントにはなってるけど、でもなんかこのさ、なんていうの、例えば今80万ポイントってなってて3位で、割と4位まで差があるポイントになってて、で結構毎日楽しく配信させていただいてる中で、やっぱり3位キープしたいなとか、あと今回は多分2位の方めっちゃバーっていきそうだからだけど、なんか2位が目指せそうだなってなった時に2位になりたいなって思うのは、それはちょっと自然の流れとしてちょっと許してほしいあれは許してほしい。なんかこれがなんか差が詰まってたり、私の勝手なスケジュールで配信できないのが何日もあって4位5位に落ちちゃうのはもう全然 OK ですって言うけど、毎日配信しててそれなりにずっとこの差が開いてる状態で日曜日まで近づいてたら、やっぱりこの順位でキープしたいなとか思っちゃうところはもう真理それは真理だと思って許してください。ずっとこうガチエベで絶対毎週なんかこう3位、絶対3位、絶対に絶対1位みたいな、毎週そんな風に思ってるわけではないからね無理はしてません、ただの退職金で、退職金わらわらってなっちゃってるけど、そうだよね、11月から職場変わったんでしょ、頑張ってね。と茶器温泉も先月が変化の月だったから今必死頑張っているところです。無理はしてません、無料です。だっていや本当に十分ですよ、みんなのミッションで貯めてくれたタコさんとかゴールドでやってくださってる分だけども、本当にすごい多いことになっております。そう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 、ゆるーくね、ゆるーくゆるーくじゃあやっほー、こんばんは確かにこのタイミングでよく被りますね、そこも。確かにシンディじゃなくてシンディって聞こえた、ほんとあーね、そうだよね、そっち面は大丈夫だけど毎日必死すぎて死にそうね、俺も俺も毎日必死すぎて死にそう、あっちやってこっちやってそっちやってあっちやってみたいな、大変だけど自分で決めた道だから頑張れるんだっていうところはあります。俺もです、はい、俺もなんですけど今はいいのだね、とっとこ流れちゃう。温泉に来ました、ありがとう、こんばんは、茶器温泉です。今日はね10時から配信してて間もなく約2時間ぐらいになるから、0時ちょっと過ぎぐらいに終わりにしちゃうね、
今来てくれた方には申し訳ないんだけど、あと10分15分ぐらいだと思ってください。お願いします。むしろありがとう、こんな時間からも来てくれて。最悪なハムスターや。ちょっと読むの控えたわ、さすがに。ハムとして、ハムとして読むの控えたわ。早いですね。早いよね、2時間あっという間。やばくない？10時から配信してるんだよ。私も2時間喋った感覚ないし、みんなも2時間聞いた感覚ないでしょ。楽しすぎるよね、やっぱ。いいよね、マジでさ。みんなでさ、この時間だから飲みって感じだけどさ、なんか友達とカフェ行った時に2時間喋るのあっという間とか、友達と飲み行った時に2時間喋るのあっという間の感覚とか、マジでここ一緒。うん、早い。お風呂まだだっけ？うん、まだお風呂まだ入ってないんですよ。まだ入ってないんだけど、今日やるべき仕事は終わってるから、もうお風呂入って寝るだけだからこそ、今日お風呂入って寝る前に余力があったらタコのアバター描きたい。タコアバ描きたいなって思ってるけど、描けるかな。あんまりデザインが頭にないんだよな、こうやって描こうかなって。ただな、カニの時もカニの時でもまんまカニで、私のタッチのカニを描いて意外と可愛かったので。今壇上にいるじゃん。そう、意外とこの私が描くカニが壇上にいるの可愛いって思っちゃったから、同じタッチのタコさん描いてもいいかもな。ありだな。ゴールドタコさんでもいいけど、いいな、なんでもありだな。タコアバ、タコのケツが見たい、どういうこと？裏返すの。リアルな見た目のタコだった。リアルな見た目のタコアバちょっとな。タコの被り物もよろしくね。タコの被り物ってどんなやつなの本当に。今見れるかな。あんの？何があんの？タコスペース被り物。ちょうどベロンベロン、やばすぎ。呼びましたか、おもろすぎなんだけど。メンダコかわいいよね。ね、この前テレビでやってたわ、タコ。あ、めっちゃタコじゃん。え、かわいいんだけど。でもなんだこれ、かぶり物コスプレハロウィン、かぶり物タコ。いや、気持ち悪い笑い方、私。あーって言ってた。だいたい1780円ぐらいで売ってる。プライムじゃん、明日届くよ。いるみたいな。赤い被り物が多いな。やばすぎ。ずっといてるんですけど、重すぎて主の声が聞こえないのでコメ欄だけ見てました。低遅延切ってみて。超低遅延モードはね、ちょっと今日てか今週かな、このタコギフトがビッグサイズで重いから、多分ちょっとそれできつい。低遅延切ってください、ぜひ。え、そう、甘ギフたくさん持ってて、そう、ありがたいことに、あのコスプレ代だったり、あとはプロテインと栄養ドリンクと体健やか茶と、今履歴見てます。あと防災用具とプロテインシェイカーが汚くなったので新しく買いましたのと、あと本めっちゃ買わせてもらいました。皆様、前買ったって言ったっけ、わかんないけど、あの普通に仕事で使うような参考書5、6冊まとめて買わせていただきました。ありがとうございます。そう、を買ってたんだけど、
そこにタコの被り物が入ってきます。次は後で注文しとこう。明日届きますよきっと。あ、ペンスさんのファンレベルが10に上がりました。ありがとうございます。嬉しいです。ファンレベ10、10ヶ月連続の10回目突破で93人になりました。ありがとうございます。そしてジャイグルデーはオウムさんのファンレベルが10に上がりました。9ヶ月連続の9回目突破隊が94人になりました。すごい、連チャン突破。なんなら100も近かった、0時前にね。ありがとうみんな、本当にうれちみです。ありがとうございます。おつおつ、何今日生誕だって。自分が言う前に生誕って突っ込まれてたわ。防災、え、そう、防災グッズ買ったの。前言ったかわからないけど、そう、防災グッズ、あのリュックの中に何点セットみたいなさ、あの空気で入れるあのベッドとかも入ってるようなやつ、ガチの、もうなんか10年持つ水とか乾パンとか入ってるようなやつ、あの結構頻繁に地震あった時あるじゃん。あの時にそのある程度防災グッズが買えるようになってたのね。全然あの品薄だったんだけど、だから2ヶ月くらい前に注文させていただきました。お、はるまさんのファンレベルが10に上がりました。10ヶ月連続の10回目突破隊が95人になりました。ありがとう、嬉しいです。95突破ありがとう。すごい、突破隊増えすぎ、ありがとうございます、感謝です。そして大喜利指数も1万8000オーバーありがとう。さすがに誕生日今月もよろしくね。こちらこそありがとうね。今月まだ長いのでよろしくお願いします。わあ、明けおめじゃん、明けおめ、今日よろ、明けおめ、明けおめ、今日よろだよ、みんなありがとうございます。今日よろ、今日よろ、明けおめ、明けおめ、今日よろ、みんなありがとう。いつも本当にこんな長時間見ていただいて。そう、さっき話したんだけど、本も買えるのめっちゃ助かってる。本当にみんなありがとうございます。みんなからもらってる天ギフを、配信自体で使うようなものってコスプレぐらいしか見せられないかった気がするけど、内容で言うとそういえば本も買わせていただきました。明けおめしたのでこれで失礼します。だってありがとう、おやすみなさい。明けおめ、明けおめ、あげおめ、明けおめです。専門書って何気に高価ですから。そう、専門書も何気に高価だし、なんだろう、なんか分野別にこれ系の時はこれ読みたいとか、今ここで自分が行き詰まってるからこれ読んだ方がいいとか、あとは人にも聞いてるんで、今こういう状況なんですけど、なんか当てはまりそうな本、私の今の状況にぴったりなやつありませんかって聞いてて、周りの人に、でこれおすすめだよ、あれおすすめだよって、同じ状況でも言ってくれる人にさ寄って変わるから、そう、その同じ事項で悩んで2冊ずつとかやってると結構多くなっちゃって、今も読むのに必死なんですけど、でも超助かってるの、本当にみんなのおかげで。クオカードペイもね、あの紀ノ国屋書店とか使えるの、ありがとう。本当に感謝、嬉しい。アマゾンで買う本って大抵アイドルからも、まあ、確かにね、ネット予約とかもできるからね、アマゾン。そうそうそう、よく専門書書くけど合計10件平均するとかね、書き方がチケット。そう、なんかね、本屋さん使える、本屋さんめっちゃ使えたと思う、クオカードペイって。うん、ちゃけちゃんほんと働き始めてからめっちゃ本読むようになったよね。めっちゃ読むようになった。マジで読まなかったし、活字 NG だったんだけど
今まで台本どうやって覚えてたんだよとか思いますよね。はい、MC 台本とか普通の台本とかラジオの台本とかどうやって読んでたのとか思いますけど、マジでね今まで、うん、活字 NG だったのだが、もう今はもう自分の中の知識だけじゃ到底追いつけないような世界にいるからこそ、インプットアウトプット大事だなって思うので読むようにしてます。眠くなっても疲れても少しでも読むのと読まないのじゃ違うと思って。リスナーさんに恵まれてると幸せですねとコメントありがとうございます。本当ぜひうちのリスナーさんにもなってくださいまあね、配信するの大変だなって思ったら大変になっちゃうかもしれないから、私は前から決めてるけど、毎日配信とかこだわり続けると意外ときつくなったりするっていうのはもう自分の実感したタイミングがあったので、今は自由にやってます。え、アドバイスありがとうなさすぎるんですが、全部試して再起動でもダメなので愛が重すぎて実質 TO やばい。え、この今コメント読んでるのも聞こえてないんか、泣いちゃう活字 NG かなし、活字業界の人、そう活字 NG だったんだけど今はもう NG じゃない。なんか読み始めたら結構なんか読みやすくなってきた、本慣れしてきたでもあるよね多分、なんか本慣れしてくるっていう、文字慣れしてくる。こんばんは、ヤッホーこんばんはに、どうもどうもー数時間前の私を見ているよね。これどうやったら治るんだろう、何が原因なんだろう、ギフトのアニメーションを切るとかそういうレベルなのかな。あとは今立ち上げてるアプリを落とすとか、例えばショールームの他にタブでいっぱいアプリがあるとか、いろいろ原因ありそうだけどな、難しいな。お、アフリカの星さんかなのファンレベルが10に上がりました。3ヶ月連続3回目突破隊員が96人になりました。すごーい、ありがとうございます。96突破です、ありがとう、やったー、嬉しいです。96突破ありがとうございます。嬉しい、あと4人で100人到達、ありがとう、みんなたくさん見てくれて応援してくれて、やった。自分から本気でやりたいことだから読めるのかもしれないね。絶対そう絶対そう、そうなんだよね。だから自分は小説っていうよりかはなんか、うん、自分の今やってることに直接的に関わるものの方が読みやすいなと思った。でも傲慢と善良に関してはなんかおすすめで流れてきた時になかなか面白そうだなって思って X かなんかで流れてきたんだけど、そう、それで買ってみようと思って読んでみたら面白かった。お、翼はなんちゃらさんのファンレベルが10に上がりました、ありがとうございます。10ヶ月連続の10回目突破隊が97人になりました。おー、ありがとうございます、毎月ありがとう。ぜひぜひ今月も最後まで応援よろしくお願いします。97突破ありがとうございます、嬉しい。突破隊3桁いきそうな勢いね。でもさ、だいたい12時15分ぐらいまでの配信って思ってて、あと3人だなって思ってて、あと1人で泊まるのがチャケ温泉です。私は知っている、私は知っているどうでしょう、そんなストレートに行くかしら。でにゃー、100狙うじゃんみんな、だってさー、でみんな100狙うじゃん、
108とか狙うじゃん。私は知っているよくよく理解していらっしゃる言うじゃん。何位でも等しく突破隊、そうだよ、その通りだよだよ。何位でも、順位じゃないけど何番でも、何番でも等しく突破隊だよちべすなフフフ狙ってる数字108狙いね。確かに毎月人気すぎ突破狙いじゃなくて煩悩の数節すら正解です、正解ですみんな狙ってるんだもん、にゃんにゃん。でも今日はとりあえず12時15分を目安にしているので、あと5、6分で終わりに行きまーすって言いながらも、ずっと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 タコさんありがとう、本当にやばすぎる、タコしすぎない、マジでありがとう、本当にありがとうございます。さっきも言ったんだけど、ステラを連続で獲得するようになってから、春ごろ、春というか梅雨、お誕生日前ぐらいの頃から、この4、5ヶ月くらいで視聴者さんが倍ぐらいに増えたんですよ。そう、一枠の視聴者さんが、なんか閲覧者さんの合計が、この配信者は分かるんだけど倍ぐらいになったのね。本当にマジで、それはみんなが盛り上げてくれて、高順位でいるからこそ注目を浴びた結果だと思うし、そうステラがあるから流れ着いてくれたおかげだと思うんですよね。そう、さっきちょろっと話したんだけど、そうそうそう、影響ありますね。そうだから、その人が人を呼んで今の状況、このポイントとか順位であると思っているから、感謝しかないです。インペリアルすっからんですすっからんです。そう、視聴率上がってるのはいいことだね。本当にいつからテレビ業界になったんだろうって感じですけど、本当にその通りですね。さすがになんかあのグラフみたいに何時のどのタイミングが多かったとかわからないんですけど、はい、一枠の視聴者さんの人数が分かって、全然違うなっていうのが見てわかるのは嬉しいです。伸ばせに来ました、ハロー、ヤッホー、ハロー、今帰宅、お疲れ様すんぎお疲れ様、本当にゆっくり休んでね。普通の2日目で大喜利指数が2万なのもすごい、確かにやばいね。普通の平日の2日目で 19,342 大喜利指数になってる、今やばすぎ、ありがとうございます、本当にやばすぎステラお姉さんのために少しずつ、危ないステラお姉さんここで負けて布団が吹っ飛んだ、どういうことよ土平日の大喜利指数じゃない、本当。あと10秒で CM 入ります、入りません、さすがにキラリンちゃんね、ゆうちゃんゆうちゃんありがとうございます、キラリンちゃんタワーもらっちゃった、ありがとう、いいの、たくさん私いただいちゃって、本当に本当にありがとうねえ2万いけ退職金って書かれると読みにくいし、なんか悪い気持ちになっちゃうからさね。でもおかげさまで今花火が上がりました、ありがとうございます、なんと90万ポイント達成しました、ありがとうございます。
嬉しいんだけどさ、90万ポイントも嬉しいし、大喜利室数2万 K もありがたいんだけど、退職金がわ取っときね、わらわらわらって言われちゃうよくっそ面白いとか言われまくってん、めちゃめちゃネタにされてるやんグリッターってこれか、そうグリッターギフト、あのでも今のはタワーだけど、タワーじゃない8ゴールドのやつのグリッターです。有意義な使い道ですねって言ってくれてる方もいますね。本当に竹温泉としては感謝しかないです。ありがとうございますいやー本当ありがとうございますね、本当に本当にうらやましいな、欲しかったな、読みにくいんよ読みにくいよ、みんな新たな道で頑張ろう、新たな道を進むと決めた皆さんも一緒に茶器温泉と一緒に頑張りましょう。今のところで頑張ってる方も私はずっと応援していますから、はい、社会の闇が闇が、すごい2万4人だった、ありがとうございます。大喜利室数マジで2万超えちゃったね、えやばすぎる、ありがとうございます。2万やばすぎ、ありがとう、普通の火曜日でした、ありがとうございます、やばすぎる本当に本当にもうびっくりはてなだよね、びっくりはてな、私が言いたいですよもう靴やか純烈に笑っちゃうんだけどタコで2万、すごい、もうタコやばすぎる本当、もうなんかタコやばい本当本当にね、すごいルームだ、私はイケメンになり若手舞台俳優になりたいだって、なるほどね、もうイケメンになりメンズになりっていうのはなかなか難しいけど、思ったことあるよ、私も、私は女の子のアイドルにはなれたけど、もし自分がメンズアイドルだったらどうだったんだろうとか全員笑ってくよして全然笑えないんだが、本当に本当にじゃあもう笑える未来を作ってよ、そうしよう、そうしましょう、今はこう全然笑えないんだがっていう風に突っ込まれちゃってるから、もういやあの頃の自分本当にっていう風に言えるような未来を作るしかないよね、頑張ろう、そうするしかないよ、あの頃はもうマジ辛かったな、本当にありえなかったわって言って、そうしましょう茶器温泉もなんだかんだこうなっているのであの頃はその頃はってねあの頃はその頃はいろいろあったなはって感じですけどそうそう、天真あるのみはその通りです、過ぎたことは良くも悪くももう終わったことだと思って、そんなこともあったと糧にして頑張るしかないよね小指ぶつけるようになります、ほんとね、でもね大体ね本当にいろんなことは自分に巡り回ってくる、回り回ってくる、巡り回ってくる、ちょっと日本語がおかしいですけどって思ってるので、いいことしたら絶対にいいことが自分に返ってくるし、悪いことしたら悪いことが自分に返ってくるって、私はもう小学生ぐらいの頃からそう思って生活していたら、なんかこうその通りだなっていうふうに思うこといっぱいあったから、なんか嫌なことされても人に絶対にしないようにハッピーに過ごしていこう、突破隊はね、茶器温泉はそうしてこーん。
ということでピロさんのファンレベルが10に上がりました。ありがとうございます。10ヶ月連続10回目突破隊が98人になりました。ありがとうございます。うれちびです。そしてふみおさん、筧文夫さんのファンレベルが10に上がりました。なんと初めて突破、ありがとうございます。突破隊が99人になりました。ありがとう、本当に嬉しいです。もう初めて突破する、こんな早くのね時期にありがとう。ぜひぜひ今月最後まで応援よろしくお願いします。そう、推定なんと村上さんのファンレベルが10に上がりました。10ヶ月連続の10回目突破隊が100人になりました。やったー、すごーい、本当に3桁いっちゃった。すごくない、すごくない、やば、3桁突破隊100人、おめでとう、ありがとう。村上さん狙ってましたねありがとうございます。すごい、100人いっちゃった。え、今日だけで突破隊も何人増えたんだろう。30人ぐらい増えた、2、30人増えたよね今日。え、でもね80いくかなとか言ってた記憶は、70番台ぐらいから始まった気がするんだけど、20人以上は突破隊になってくれた気がする。すごい嬉しいね、30くらい増えたよね。本当にみんなありがとうね、嬉しい。あ、タコさんもありがとうすごいわ、ありがとうございます。感謝感謝です。あら、カモちゃんのファンレベルが10に上がりました。10ヶ月連続の10回目101匹ワンちゃんまで増えました。突破隊101人になりました。ありがとう。待って、すごい、すごいんだけどありがとうございます。これはそれこそやめる時間を決めないと永遠に永遠にこのままっていうパターンになってしまう、まあ、15分ぐらいまでって言って20分にもなっちゃってるので、そろそろ終わりにしようか。108まで行きそうな勢いになっちゃってるもんね。さすがに2時間20分喋ってるのでそろそろ終わりにしようかな。すごい、ありがとう。なんかいろんなことがあったね今日も。普通の平日だったところがお誕生日みたいな勢いになっちゃってね。そして突破隊も30人ぐらい増えて、ポイントが935,479 ポイントになって、大喜利指数が2万までいって、やばい。最後の最後で声が聞けて嬉しかっただよ、ありがとう。本当にこちらこそ。100万ポイント間近だよ、何が起きているんだ茶器温泉。本当にありがとうございます、本当に感謝感謝。あとね、そう、まだ火曜日終わったばっかりで、でなんですけど、今日も面白い配信でしたありがとうね。明日というか日付変わって今日は、そうですね、あんまり夜までこう詰め込んだ用事がないので、まあ今日ぐらいの時間とか10時11時台から配信するのは変わらないかなと思うので、またファンルームに書き込みますから、まだルームフォローしてない方はぜひフォローして通知を取っておいてください、お願いします。はい、寒くなるらしいから気をつけてね。今日もすごい寒いなって思った。茶毛パーカーと茶毛スウェットを着てたらあったかいですこれで今日は寝ます。いや本当にありがとう皆さんね。iPad 逆さにしても iPad 最後に変な声とで笑かさないでください。おもろ新しい角度の大喜利すぎて普通に吹き出してしまった転職活動、嫌やきね、大変だよね。
なんか自分が何すべきかとか何が合うかとかすごい大変な時期だと思うけど、大丈夫、人生なるようになるし、自分の選択はいつも間違いじゃないしね、絶対今の状況で自分に非がないと思ってるなら自分のことを信じて頑張って進み続けた先にいい未来が待ってます。頑張りましょう。私もそういうつもりで頑張っています。正解かどうかわからないけど、勢いに任せて進んできたこの10ヶ月11ヶ月間でなんとか形になってるものもあれば、なんとなくもうちょっと頑張んないとやばいんじゃないかなっていうのもあるし、自分の未来どうなるか分かんないけど、なんなら自分の責任で一文無しになる可能性だってある状態なので私も常に崖っぷちですから、皆さんと一緒に頑張っていきましょうと思っています。みんなお互いを応援して頑張ろうね。茶器温泉の人たちはみんなうまくいくようにって私は心から祈ってますよ、はい、頑張ろうなということで、そろそろランキングを読んで終わりにします。頑張りますね、頑張ろう頑張ろう頑張ろう、ある程度ね自分を甘やかしながら頑張っていきましょう。ちょっと待ってねちょっとお待ちくださいね、すいませんね。よいしょ。お、ん、タコがタワーぶん投げられてる。でも確かにでもとんでもないことになってる。ありがとうございます。え、なんか読み忘れてるギフトとかないよね。私だから初見さんもめちゃめちゃタコ投げてくれてるんだよな。ありがとうございます。大丈夫だよね。心配なんだけど、なんかもうこれだけ投げていただいてると、なんか大きいギフトも読み忘れてないかすごく心配な。大丈夫だよね大丈夫だよね大丈夫だよね。OKOKOK。とりあえず壇上読みます。13位ザクさん、ありがとうございます。 Thank you。 そして12位トムトムモッチーズさん、ありがとうございます。嬉しいです。そして11位旦那の勇気、旦那ではないです、ありがとうございます。そして10位ヨッピーさん、ありがとうございます。 Thank you。 そして9位村上さん、ありがとうございます。ありがとうねん。で8位小次郎さん、ありがとうございます。 Thank you。 そして7位ユーティーゼータさん、ありがとうございます。感謝感謝です。待って、んどこちゃんと読めてるよね。7位まで読めてたよね。小次郎さん読んだよね。怖い怖い怖い。9位村上さん、ありがとうございます。8位小次郎さん、ありがとうございます。そして7位ユーティーゼータさん、ありがとうございます。で6位ゾウさん、ありがとうございます。そして5位ふみおかけいふみおさん、ありがとうございます。そして4位ケンさん、ありがとうございます。口も合ってない、ありがとうございます。そして3位かずゆきさん、ありがとうございます。そしてで2位ハゲチ、ありがとうございます。そして1位はゆうちゃんでした、ありがとうございます。多分ね2期がいなくなっちゃったんだけど、並ぶさんもありがとうございました。たくさんタワー投げていただいてたんだけど、ありがとうございます。そして皆様もいつもありがとうございます。壇上に入ってない方もねいらっしゃるとは思うんですけど、いつもいつも応援していただいてありがとうね。写真ありがとう、お疲れ様です。こちらこそありがとうございます。みんなありがとう、お疲れ様さね、呼んでる。さっきまで握って、そう嫌がってないから本人が嫌がってないからいいかなって。おやすみなさい、ありがとう、お疲れ様さ、バイバーイ、おやすみ、バイバーイ。